しゃいませ。こっちにしようかな、うん、はい、では椅子の方失礼いたします。申し訳ございません、はい、本日はようこそご利用いただきましてありがとうございます。あ、ではこちらいただいてまいります。和食赤礼のコースになります。前菜の方お品書きご覧いただきながら、お作り信州サーモン、手前のお醤油ご利用くださいませ。また当番の方、信州牛を使いましたちゃんちゃん焼き、こちら先に火を入れしてもよろしいでしょうか。焼き上がりましたらこちらの器取り皿でご利用くださいませ。また蓋の方大変熱くなりますので、食べ頃になりましたらこちらの方で蓋を外させていただきます。ではお食事の方、濃いときのこを使いました釜飯、こちらの方火を入れして23分ぐらい蒸らしていただくお時間5分ほどいただきますが、この後まだお料理参りますので、次の焼き物ぐらいで火を入れさせていただきたいと思います。お飲み物ございましたらまたお声掛けくださいませ。すごい飲みやすい。これ美味しいな。信州サーモン。うん。うまい。すごいうまいんだけど。すごいです。うん。私の大好きなタイプ。両方最高。ちょっと撮ってるからこうやっていっときます。失礼いたします。にじます。失礼いたします。そうだっけ、ちょっとこちらから。あ、チャッカマンがついてない。これで大丈夫です。申し訳ございません。お召し上がりください。ありがとうございます。これ美味しそうだな。ニジマス、俺は片手では、うん、もうガブっていっちゃおう。うん、まっ、うん、味噌漬け焼き、うまみがすごい、最高。こういうこの順番で並んでおりますので、はい、はい、
カイコマ飲んでみようかな。カイコマ。美味しい。うまい。ひじりだけ。古銭屋の酒。こう続けがたいな。自社農園で収穫された野菜を収穫サラダとなっておりますので、はい、お仕上がりくださいませ。みぞれ煮となっておりますのでお召し上がりくださいませ。お墨の皿をお下げいたします。お召し上がりくださいませ。サラダがね、美味しいよね。と、ズッキーニでございますね。あと大黒しめじ、モロッコインゲンでございます。カップの中のお塩か、レモン、お好きな方でお召し上がりくださいませ。でこの後お吸い物がございますので、ご飯ももうお召し上がり時になっております。ご用意してよろしい時にお声掛けくださいませ。おー、うまそう。美味しそう。キノコの炊き込みご飯だね。